高橋織物の高橋義明です。妻の千佳と申します。僕は2代目なんですけれども、父が昭和46年に、起業しております。僕は、袋帯というのを織っています。で、一般に袋帯というのは表は表、裏は裏で織って、それを織り上がった後端をかがって帯の形にします。うちの場合は最初から丸く本当に袋状に折っていくという帯なんです。それを本袋帯と言います。本袋帯っていうのは他の人が嫌がってなかなかやらないんですよね。いろんなリスクがあってやらないから、それなら挑戦してみようかなっていうので、こんだけ僕もそこそこ折っているんですけれども、未だに緊張もしますし、最近少しですけども、ちょっと織物っていうのが分かり出してきたかなっていうレベルですね。まだまだ毎日毎日が勉強です。一応来年でここに嫁がせていただいて30年になるんですけど、お嫁に来てから織物を教えていただいて、そこからまあ30年なんとかついていってるみたいな、ずっとやっぱりもう勉強です。もう全然今でもそれこそ緊張ばっかりで、なかなか、でもそれこそやっぱり織り上がった帯をその百貨店の服売り場とか行ってみると、ああこんなすごい仕事してるんやなっていうところのありますね。小学校の子供たちとかにこういう帯とかを見せると、やっぱりわあ綺麗とかいう、本当に素直に感動してくれるんで、やっぱり これはなくしたらいけないものだっていうのは持ってるんで、取りこなすっていうことに嫁と徹してやっていきたいなと思っています。